ブレイクアップはキッズアパレルブランドテイクアシャーするスケーターのボリューム的なコンテストとしてスケートボード業界のビッグブームが起こる10年以上前から毎年開催されている小学校6年生までを対象とした日本最大級のスキースケートボードコンテストです。今から始まるデモンストレーションを見ていただければ、今のスケートボードの日本のシーン、そしてトップのシーン、または小学校6年生の子たちが、日本のヤングガンたちがもうこれだけすごいというのをね、目の当たりにして驚いていただけるんじゃないかと思います。ぜひ皆さん楽しみにしてください。では始めましょう。大きな拍手を迎えてください。フレークライダーによるデモンストレーション、それではライダー陣リップの方に上がりましょう。及川優斗です。お、深谷ミスクルカップン、ナイスステルフィッシュエンドック。お、贅沢にいっちゃえ。ナイスリーダー、ナイスリーダー。さあ、皆さん、このマンションが当たっているところでもきっちりメイクしてきてくれてます。おー、フロントフリップ。現役ライダーとしては卒業となります。元座りをキャビしたんだよね。元島スペシャルすごいですよ、これ。元島しかできないから、いけ。あ、これ怖いよな、まだ。やばっ、ノックグラウンドのノーリーディングスイッパクセル出ました。戻します。失礼、八島リオ、素晴らしいですね。バックバックでローリー系のバッシュ、スミス。おー、フロントフリル、4年生がきっちり決めてきました。それでは行きましょう。体勢スタートです。ずっとミニアップの方をやってきましたが、この春から、ね、ストリートの方に転向しました。ストリートもこんなきっちりですよ。バックサイドに釣られている難しいトリック。514。おー、来たー、拍手。すごくない？いえ、インタースタイルに来ていただいている皆さん、いろんなカテゴリーに来ていただいて、半端じゃないです。今の子供たち、みんな540やるように合衆してますから、もうこれ、大勢がね、この道を作ってきたっていうのは過言じゃないぐらい、本当にもう体に染みついてる540です。しかも最初から持ってるんじゃなくて、オーリーして、1回転半回って、しっかりグラブしてメイクするっていうね、まあ、すごいライダーなんですよ。スタイルがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。そのスタイルっていうのはね、スタイル作ろうと思ってできるもんじゃないんですよね。自分のね、決めたトリックをひたすらね、ほら、おー、葉っぱじゃねー。まあ、みんなトレインやってくれたり、ダブスやってくれたり、ビッグハンマートリックをやってくれたりすると思いますが、どんどん滑ってもらいましょう。オーソドックスな、オーソドトリックなんですけど、めちゃくちゃ、もう一回いきますよ。ランキングしたらポンと浮いて、パチン、これが完璧です。めちゃくちゃバックリー、ナイス。もう一回見せて、俺がもう一回やめて、バックリー行ってください。バックリー、このスピードでも行っちゃいますから、軽くバックリー、バックリー、バックリー、もうそら、完璧です。皆さん、これしっかり、おー、ナイス。高い部屋を見つけるぞ、ナイス。タックに、膝を抱え込むからタックにと言われます。おふう、まさかのニースライド。バックサイド360オーリーのセナ、ランニングプッシュからフェイキー、キャバレリアル、フェイキーからのアプローチでキャバレリアル、そして遠く初めてのガールズライダーに誕生しました。タンのリアフリップ乗ってきた。そして池田大輝、モンスターエナジーのサポートも受けてるんですよ。 B2 見てください、モンスターのマークがあります。おー、360キークリップ、バケーないな。あー、やっぱり決めてきた。バックセルビッグシーン、大輝もう一回行こうか。モンスターのフェイグラインドか、フロントセルクロックでグラインドか、カタルセナ、モラスターのフロントセルボールスライド。アーリーフ、フロントサイドアーリーフローリー。あー、セクシーなオーリーフェキー。さあ、ガーのガールスが当たって、リア、リア、場所は5年生、4年生、5年生、今度6年生ですね。さあ、リアが、おー、拍手。リアラック、すごい。大好き、半端じゃない。また見ろ。うわー、どうも、トランスファーバックリップ。時代がすごい。
くて、その思い出が変わるんですけれども、もっとお手の声がなくなってきてます。はい、ありがとうございます。ねえ、だいぶ失敗してないんじゃないの？池田大輝選手、ハーフの Yeah! Yeah! Yeah!